おはこんばんにちは、ランディです。今日はですね、PUBG の検証動画を撮りたいと思います。イエーイ。では始めたと思います。 Ready go。 今日はですね、検証内容としては、ここの海南近くにあるでっかい岩が3つあるんですよね。その中のキーピンへ行きたいと思います。今日のこのキーピン行くときに、ここの五軒集落あさってからここに行きたいと思います。ここなぜここがいいのかで、ここは最強ポジションなんですよね。あ、なんだこうしよう。本当最強ポジションであって、本当に TPP だったらマジ陰キャポジションですね。ここマジおすすめです。ではやっていきましょうか。もうキーピンにや、最初キーピンに。で、弾があれば、まあディコイルエイム練習もしながらやっていきたいと思います。では始まりましたね。でももうじ飛ぶよ、レッツゴー。初期クラスなしの4人でプッシュねえし。結構集まってきたかなということで、あ、ズームそったんちゃう？そうでもないか。で、サイトありゃいけるな。そう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 。バックないけど、バックなくても大丈夫。ではね、検証をやっていきたいと思います。まず、なぜ僕がここを行きたいかっていうのね、と思いますと、まずこの岩があります。ここは岩、こう奥ね。自分前ここで敵を撃ってたんですよね。この家の中から敵がパンっててこう撃たれたんですよね。ここ撃たれた時にどこに敵いるのか分かんなくて、普通見てたんです。こういったいなくて、でここ行こうと思った時に撃たれて死んだんですよ。で、あとでプレイ見返したら、なんと、いきますよ。ここのキーピンいきますよ。なんとですよ、ここのキーピン。つくかな？ここのキーピンに、なんと、なんと、登れちゃうんですよ！こうして、こう。で、こうジャンプして、ジャンプして、そうだ、ここで登れるんだ。で、ここで、結構強ポジなんですよね。TPP とか FPP とか。結構おすすめの、最強ポジションですね。まあ、パイナップルいるのかな。だいたいここで敵で、例えばですよ、ここに敵いたら、ここ落ちちゃえばいいんですよ。で、さらに、ここに敵いるなぁと思って。あんまり出しすぎたけないんで。こうやったら、こう、撃っちゃうんすよね。結構あれなん強いんで。で、ここ、射線が結構あるんで、例えばこの E 方向から、240方向は結構危険なんで、そっから撃たれるの注意なんですけど、TPP だと、スコープ覗いたりすると敵いるんで、そこでパチコンって言っちゃえばいいですね。あとこの奥のヤグラさんに気をつけたらいいと思います。後ろなんですけども、敵がこういったら、後ろだけ気をつけて、こういったら、ここで、撃っちゃえばいいんで。結構いいポジションですよ。ダウンしなければ結構いいんで、このポジション。で、もし、
マイカ歌えそうになったら、まあいなかったらもうここで、ここでですよね。そして、次降りるときダメージは、普通降りたダメージ浮きちゃうんで、普通にこうやってね、ポーンと降りて可愛く、ポーンと降りて、こうやってやっちゃうダメージは受けないですね。で、ここの注意点は、いくつかあるんですけど、まあ登るときが一番いいですね。で、初心者っていうか、まあ、まあ、陰キャ、戦いたくないっていう人だったら、ここはおすすめのポジションだと思います。ってことで、今回の検証は終わりたいと思います。また次回の動画もよろしくお願いいたします。See you next BUBG! バイバイ!またなー!ありがとうございました。